今日の聖書箇所は第一手モテへの手紙4章7節から8節までです。俗悪で愚にもつかぬ空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。今日のメッセージは E 数人牧師が間違えた問題を解くこと5番目についてメッセージを語ってくださいます。大きく恵まれますように。 メイン金の光聖火台の賛美と演奏ありがとうございました。 今日は間違えた問題を解くこと5回目で最後のメッセージとなります。間違えた問題とは自分が捨てる,捨てるべき罪と悪を意味します。罪と悪を発見して捨てようとしますがそれが今すぐ楽に捨てられない場合もあります。それで子どもたちがテストで間違えた問題をもう一度解き直してみると次は正解が書けるように私たちも自分の過ちを正確に発見して探り極めて 捨てててようととと努力すすることをここををの間違えた問題を解くことに比べて説明しています前回は速やかに変えられるために日常生活でよく間違えていることを探してそれから捨てることを努力しましょうと伝えました多くの罪,と性罪の性質と悪があったとしても今大いに現れている悪から捨てていけば結局は全部捨てられるからです。 皆さんの日常を見ると会う人や経験することがほぼ同じです。ですから人とぶつかることや気まずくなることやいらたしくなることもほぼ同じ状況で起こります。 それでそれを考えてみれば共通的な自分の悪が原因だと分かりますたとえ新しい人に会って初めて経験することがあっても自分の心と行いは似ているから前と同じような間違いとかミスが出てくるのです自分にかけているところがたくさんあってそれを発見して私はこれしかならないのかと思う時新しいところで新しい人と 新しく出発すれば今の私は変わることがなくても新しい環境で聞いた死にの御言葉があるからそれを初め,めから適用すれば変わるかなと思ったことはないでしょうか。自分のそのそもどかししさなんで私は繰り返して かけているところがたくさん見えてくるのかそして周りの人とぶつかってしまうのか周りの人が私に悪くするから私は悪が発見されるのではないかそれで新しい環境になれば何か変わるかなと思うかもしれませんが自分が変わらなければ自分は相変わらずそのままだから初めて会った人が親切にしてくれても後でまた親しくなれば同じような自分の姿が出てきます。でですから環境や人の問題ではなくて 自分を変えさせることが大事ですそのためには今現在自分の日常で繰り返されているその罪と悪を正確に探して認めて捨てようと具体的に努力する時速やかに変えられるということです。 皆さんの一日の生活の中でまた最近あったことを考えてみれば似たことでよく困ったり気に障ったりまた人とぶつかったり辛くなったりすることがあるならそれがよく間違えている問題なのです。皆ささん自分の日々を考えてみてみください 自分が誰かと会って何かがあって同じような悪が出てきたなら変えられようと思っている人はそれを発見するでしょう私には感んがたくさんあると思うだけではなくてああ私には感んがあるんだとは分かりましたそれだけではなくてどんな時私がよく感んを起こすのか。 もちろんよく感んを起こす人がいてもういつものことだからと思うかもしれませんがしかし自分の思いとこ行いとそして自分の口の言葉を。 気をつつつけててて調べてみるのでですすそれで一つ一つ直していきますね少しずつこのように直していけばあ私はかんを起こすような同じような状況があるんだほぼ似た同じ状況で私はかんを起こすんだと分かるようになるのです例えば男性の生徒の皆さんが外で働いて家に帰りましたその方の性の分は食事の時間が本当に 大事なのですそして今お腹が空いて家に帰るとすぐご飯が食べられるように準備されていなければもうそこで憤るのですそれが自分の性質なのですですから自分自身ああ私はよく感んを起こす人なんだそしてその中でも食事の問題,問題が敏感な人なんだそれで家に帰ってすぐご飯が食べられないと私もよく感んを起こすんだと。 どんな状況で自分が感触を起こすのかそれを発見するのですねそうするとその状況が起こる前前もって準備することができます例えばの会社から帰ってくる時お腹が空きましたそれで玄関のドアを開ける前思うのですねエレベーターに乗る前思うのですあもしかして今日家に帰った時 ご飯の支度がまだできていないかもしれないテーブルを食卓を見たら何も準備されていないかもしれない急,がの急いで今妻が準備しているそれであなた今日は早いねと言うかもしれないでも私はかんを起こさない状とこのように準備するのですねそのように前もって準備することとしないことは実際自分がかんを起こすか起こさないか結果が違うのですですですから皆さん何も準備もしない 自分が期待してあーご飯食べるんだろうと思ってそれで実際ドアを開けてみたらそうできていないともうすぐかんを起こしてしまいますねですから前もって頭の中で想像してみるのですもしかして自分の思った通りになっていなくても私は感んを起こさないぞこのように。 このように自分なりに前もって準備しておくのです。で、解釈を起こさないぞと思うだけではなくて、もしかしてそうなっていても、自分がどう,どうすればもっと善の行いをするか。 言葉をどのように気をつけて言うかこのようにしておくのですそうすると自分の感情とか行いを自制することができるし慎むことができるしこれが変えられるために具体的に努力することですこのような具体的な努力がなければ自分の中にある悪が出てしまうこのようなことをどのように止めることができるでしょうか自分はどんな時どんな状況でその,よそのような悪が出てくるのかこれを発見してそのような その前もって準備しておかなければなりませんでなければ以前の自分の生活がそのまま出てきてしまうのですですから自分の悪を発見したとしましょう祈って発見して祈りが終わった後は同じようになってしまうのでないでしょうか以前の生活のまま祈る時は私の悪を捨てるようにしてくださいと切に乗ったのにその後日常生活で自分がよく悪を あの表していることを忘れてしまうのです。そうすると同じことが繰り返されるようになるのです。祈るときは本当に切実に祈って直,直さなければと助けてくださいと祈っておいたのに実際自分の日々の中で生活は変わりがない。何ででしょうか。努力が足りないからです。努力していますと言ってもその努力する程度が違うのです。ある人は本当に切実に努力します。私の悪の悪中の悪は何なのか。 メッセージを聞いて悟ったそれで探り極めて深く悟りましたああそうだ私の中に悪は中にある悪はこのような状況でよく出てきたそして何かがあって見返りがなければ虚しくなってしまうんだいつものことではないんですねそのような状況になった時また自分が何かよくやったと思ったのに指摘されたりするとそこで物足りなさを感じたりするのでないでしょうかですから自分の悪が現れる状 状況があるのです。共通した状況があるのです。ほぼ似たあのほぼ似た状況でそのような悪が出てくるのですね。それを発見したならそのそれを握って毎日毎日祈るのです。今日もしそのようなことがなかったとしても毎日祈るのです。今自分がすぐ捨てるべき悪大きい悪のねそれを発見したなら今日その悪が出てこなかったとしても今日も祈るのです。 1>, 1週間前もしかしたらそのような悪が出てきたそしてその後は何もなかったとしても5つくらい経ってそれで祈らないでもう捨てられたんだと思うかもしれませんがその後また出てくるかもしれませんですから私たちは何と言うのでしょうか自分の中の悪が捨てられるまでその時まで祈らなければならないの努力しなければならないのです自分の悪が現れる状況 それはその状況で私は我慢しました悪を行いませんでした一回パスしましたねしかしそ,そうだから言ってそれが全部解決されたのではありませんその後もう一回もう一回テストが来るかもしれませんですから のその根の根まで全部捨てるまではいつも気をつけなければならないし自分の日常生活を調べて努力しなければなりません一回自分が打ち勝ったとしても祈らなければ2回目のテストではまた負けてしまうかもしれないし悪が出てきてしまうかもしれませんですから自続的に自分の悪が出てくるその状況を前もって準備して祈っていくのですただ祈ることで終わるのではなくて実際皆さんの生活 たちの中でも祈りが終わった。次の日、皆さんの24時間の1日の中で。自分の中の悪が出てくる状況を思いながら。 調べてみてみまた気をつけるのですダニエル哲学教会だけではなくて自分の日々の中で自分の中にある悪を意識してまた探り極めてもしかしてそれが出てくるかもしれないと思って対比して備えるのですシミュレーションしてみるのですもしかしてその人が私には悪を行ってきても悪いことを言ってきても私は善を行おう悪を表さないようにしようとこのように具体的に努力するのです。 です,ですから皆さんの日常,日常生活でよく間違えている問題は何なのかどのような状況で悪が出ているのかそれを毎日毎日祈りながらそして具体的に努力をしながら皆さんの実生活の中で朝も昼も夜も私は 私にはこのような悪がある最近このような悪がよく出てきているこれを捨てなければならないと何度も何度も心を固めてそして覚悟して気をつけて思い巡らしているのですそうするとそのような状況がやってくるとそれに対処できるし打ち勝つことができるのです例えばよく言い訳をする人がいます誰かが自分に指摘すればいつも自分の立場を言い訳を言って そそして忠告されれるととが嫌だと思うのです上の方々目上の方々や働き人の方々が自分に指摘してくれる時自分自身を仮に見たら私は言い訳をしていたんだと悟りましたそしてどんな時私はよく言い訳をしているのか人に指摘された時自分の立場について言い分を言い分があるからそれについて説明するのです自分は説明しているつもりなんですけれども実,実は それは言い訳なのです。 それであこれは言い訳なんだこれは悪なんだと思ってそれでこの後からは私はもしかして誰かが指摘しても言い訳しない感謝しようと自分を発見して祈りましたしかし祈るからといって簡単に変えられるでしょうか普段から自分がよく言い訳をしていることを覚えておいてそして思い巡らして気をつけるのです人と話をする時やそして目追いの人に に会う時もしかして指摘されるかもしれませんそうするとその方と会う前から準備すれば良いのでないでしょうか私はそうでした私は 例えばの昨日うん今すぐある方に会って私が指摘されてそれで言い訳をしましたその前私は言い訳があると指摘されたのにそのために祈ったのに今私はその方と会ってまた言い訳をしてしまいましたそうするとあしまった私は言い訳が多い人なのにそれを捨てようと祈ったのにまた今一瞬出てきてしまいましたそそうするとその方 とのの話が終わった後もう一度自分自分身を変えりみるでです今すぐです今ぐ私は今言い訳をしてしまった自分の状況について説明して自分の言い分を言って私はよくやるよくのするつもりだったのに結果がこうなってしまったんですとこのように言い訳をしてしまった。 自分は言い訳の多い人だというのをまず認めるのですねそして今の自分が言い訳をしたことを認めてその場で帰り見るのです後でダニエル・テチャ祈祷会で祈るのではなくてその場で自分自身を帰り見るのです この今すぐこの前のさっきのその方との会話の中で自分が言い訳をしていたことそれをもう一度思い出してみるのですそして「あ私は言い訳の多い人なんだ」「言い訳を今したのかもしかして自分の状況をその人に説得しようと説明したのではないのか」と変えみれば。 そこで悟るのでないでしょうか自分の欠けたところが発見できるのですそうするとタニル哲昭教会に来て説に乗るのですさっき私がその人との会話の中で言い訳をしただ次は言い訳をしないようにしようと明日もしその方とまた会うことがあれば 昨日私は言い訳をしたからの明日はしないこのように繰り返して気をつけて努力するのですそうすれば自分の口の言葉も直すことができますこのような努力が足りないから時間がかかるのです変えられるのが遅くなるのですね例えば目上の方が「なぜ言い訳をするのですか?」とこのように指摘してくれましたそれを心に留めておいてその方に会う前に前を持って準備して そして同僚と話をする時も自分が今あの相手の話を聞こうとするのかでなければ自分の言い訳をしようとするのかそれを調べてみるのです。 自分の言い訳をすることは自己中心的な心ともつながっているのでこのように自分自身をもう一度顧みて私は言い訳をよくする人だからしないように努力しようと気をつけるのですそして目上の方と話をする機会があれば上のその方が私に何と言われても私は「アーメンと言おうとこのように前もって止めておくのです心に。 このように目を覚ましているとどうしてそれが治らないのでしょうかしかしただ祈りました神様言い訳しないようにしてくださいとダニエル哲学教会の時に祈ってその後12時間ぐらいもう20時間ぐらい経って次の日の午後例えば上上の方に会いましたじゃあその20時間の間は忘れているのです自分が言い訳をすることについてはそしてその方と話をしていて また口から言い訳をしているの言い訳している自分を見るのです。こうすれば変わることが変えられることが遅くなりますね。ですから ダニエル哲学き会に祈ったならその方を次の日午後ぐらい会うのならばその時までずっと一瞬一瞬考えるのです締めくあのずっと思い巡らしているのです私は言い訳を今日するかもしれないでもしないようにしようと昨日祈ったから前こういうことがあったから次はそのそ言い訳をしないようにしようと気をつけていって実際メロの方に会って話をして しているうち自分も気づいてみたら言い訳をしていましたもちろん前よりはあまりしていなかったのですが軽くはしていたのですそれでああ私は今日軽いけど言い訳をしてしまったんだとそれでその日また祈る時そのために祈り次の日も気をつけて 次も次もこのように繰り返して訓練して努力していけば言い訳をする回数も減るようになりまた治るようになるのです。これが変えられるために努力する具体的な行いなのです。 このような具体的な行いをしなければただ,祈っ,ているだけで祈っているだけでは変えられないのです。ですから私は祈ってもいるのに変えられたいと思っているのになぜ遅いのかと脅かすのでしょうか。具体的な努力と行いがどのくらいあったのか変えられるために具体的な努力をすることにおいてもちろん自分の過ちを正確に認めることも必要です。そして 絶えず自力的に祈ることも必要です。もう一つはその自分の。 過ちとか間違いと反対の善で美しい真の姿を考えてみるのです。例えば自分が間違何か間違っていました。それを探して発見することも必要ですね。そしてそれを忘れないで自分の日常生活でずっと思い巡らして気をつけていること。もう一つは今自分が行っている悪と反対の善。 真に美しい姿これが正しい答えでしょうこれを考えてみるのですそうすればもっと楽に正解を書くことができます悪を捨てるために祈ることと共に普段から自分が どうすれば善の行いをするのかどうすれば善の口の言葉になるのかこれを考えながら努力するのです例えば相手が自分に感謝を起こして自分が気に障りましたでこういう自分の悪い感情を捨てたいと思って祈ったこれで終わってはいけません誰かが自分にの気を悪くさせたりまた傷つけたりするそれでそ,そのために自分があの気分が悪くなったから といてその、そのために祈ることは良いのですが、祈った後、自分がまたあの何かすることがあります。それはその人が私にそのような悪を行った時、私はその人のためになん。どうすればもっと良くしてあげることができるのか。 平和を保つためにどうすればいいのか、私もその人に悪く言ってしまえば、平和が壊れてしまうのではないでしょうか、ですから、その人の機嫌が良くなるように、その人の,あの気が楽になるように、穏やかになるようにしてあげようかと思うのです。 実は自分の落ち度よりは相手の方が間違っていることがもっと大きいかもしれませんしかしここで言っている間違えた問題は必ずしも罪のことではありません善を基準にして善と比べて足りないところも間違えた問題なのです今回あの最近を見ればあの問題があってそして質問があり答えがありますね択択とか5択があって 番号を選ぶこともありますがでもその答えを書く実際書く問題もありますそれで実際に問題の答えをか書いてそれがあの100点になるか五十点になるかそれぞれ違うのでないでしょうか 例えば自分に悪を行っている人に私も悪を持って対抗しないこれもいいのですがでも自分の心で善が足りないかもしれませんそれで自分に指す言葉を言って悪いことを言う人を感動させる それでその人の悪を和らげてその人が幸せになるようにすることこれがもっと素晴らしい善ではないでしょうか善を持って相手を感動させることこの人は50点満点の50点を取れますがでも相手が私に悪いことを言うとき私は傷つけました傷つけられましたしかし私も悪いことを言ったりして することはしないのですでも心が傷つけられているのですこの人は50点満点で20点しか取れないのですまだはそのその答えは正しい答えではないのですですからどのようにその人に対することが善なのかどのような言葉を言うことが善なのか私の心にどんな心を抱くのが善なのかもっと深い善の答えを適用して考えてみれば神様 が喜ばれれれるるを教ええてくださりそででもっとと完全に変えられることができます人とぶつかったりすることがあってああ私は人とぶつかったりすることはこれからしないようにしようあの人が私にあの言葉で攻撃してきてもそれによって悩んだりしない状このように思ってもこれは。 正解ではありません。それよりも深い善があるのですですから皆さんがどうすればもっと深い善を行えるのかそれを考えてみればこれがもっと速やかに変えられる努力の行いなのです。 相手が自分に言った悪いことそれによって自分が傷つけられてしまったそうではなくて相手がそう言葉で攻撃してきても私はどのように反応するのかどう答えれば相手がもっと心が和らぐ ようになって喜ぶののだろうかこれを考えるのです相手が自分を指す言葉厳しい言葉を言う時何であの人はその悪いことを言うのか早くあの人は枯れればいいのにこれは神様が喜ばれる答えではないんですね。 そうではなくてそうどうすればその人があの私によって喜ぶのだろうもっと感動するようにしてあげることができるのだろうこのように思うのですこのかあの方が気が楽になって穏やかになって安定できるように私がどうすれば助けることができるのかそしてその人が悪をもって私にの来ても私はどうすれば善を持ってそれに勝つことができるのだろうかこのように神様が喜ばれる善正しい答えを考えて で自分もそのために変えられるために努力するのです。これが正しい答えを書く方法なのです。 しかしある時はあの相手が悪いことを自分に言った時考えましたあと私は次ももしかしてそのようなことがあれば相手が感動するようなことを言ってあげことを話,を話そうと思いました自分なりの善の答えを書いておきましたしかし次あの人に会って善の言葉を私は伝えたのにあの人は相変わらず悪いことを私に言うのですそうするとどうすべきでしょうか自分なりに 期待していたのですね私はこのように善の言葉を言えば相手が申し訳ないと思うだろう変えられるだろうと思ったのに期待とは違って相手は相変わらず自分を主張していて自分を無視しているようで悪を行っているのですその時自分の心はどうでしょうかそれで気を悪くしていい争いになってしまいましたそうすればこれは間違えているのです問題を間違えているのですですからそれは完全な善ではないのです です,ね、ですからあ,あの人が私に悪いことを言った時私は自分なりの善を持ってあの人に対したのにそれでもそれが解決できなかったで次その人がもっと悪いことを言ってきてもでも私はもっと善を持ってその人に話そうとこのようにの善を持ってずっとその人に対していけば結局は勝利するのです。 1>, 1回だけではなくて2回3回また次また次もっと深い前どうすればその人の心がもっと柔らかになるのか穏やかになるのかと考えてその人のために何ができるんだろうと祈りながら深く考えて探り極めてみるのです。うん私はその人のためにこのようなことをいあのい話したのにその人はそれが誤解したそれを誤解したかもしれないその人の立場ではそのように思う。 かもしれないんだとその人を理解してあげるのですただ我慢してあげよう善の言葉を話そうと思うだけではなくてその人の心も理解するように祈っていけばそのようになるのですそうすると結局は正しい答えを書くことができます善と真の言葉は何なのかそれを覚えてただそれを口にするからといってそれができるのではありません自分の心が善にならなければならないの ですその人と私は禅の言葉を言って平和を作ろうと思うことこれは基礎的なことです。そうではなくて本当に相手が 相手のの心を感動させてその人がが変えられれるるようにすこことともっと深い段階ですねですから何であの人が私にそこまであのしゃを起こしているのか悪いことを言,言っているのかそれを理解してあげてその人の立場になってあげてそれでその方への心を和らげることもできるしそうするとその状況が解決,る解決できるし皆さんは善というものによってもっとあの力を受けることができる。 ので,すですからまだ自分の中で捨てられ,ない捨て,られていない悪があってもその悪だけではなくてその悪と反対の善と愛真理の面も深く探り極めて考えてみれば自分がどのように話をしてどのように行ってこそその相手が感動するのか神様がご覧になる時の正解なのか正しい答えなのかを考えていけば速やかに変えられるでしょう。 ところで皆さん皆さんがこのように具体的に努力しています先ほど皆さんに伝えたように自分の日常生活で繰り返されている悪を探してそれが捨てられるまで自続的に祈りながら努力して行っていくことそして自分が悪を 行う前それをあの気をつけていることそして覚えておいて自分の悪を忘れないで心に留めておくことこれはどういう意味でしょうか私の中にこのような悪があるこれを捨てなければならないとこのように覚えておくことですね。 そして悪と反対の善と真に行いなどを思いながら悪に対して善を持って打ち勝っていくのですこのような努力これが今日の本文にある ことなのです経験になるために鍛錬することですこのような具体的な努力がなければ変えられるのは難しいのですただ祈ってメッセージを聞いて変えられなければと思うだけでは変えられることは難しいのですですからさらに具体的な努力経験のために自分を鍛錬する皆さんとなりますようにところで自分の間違った行いや思いとは反対の善の答え正解を 思い出して気をつけて努力することにおいても必要なことがありますそれは善の知識です自分の頭の中でそして心の中でまだ善がないから悪が出てきますけれどもその悪を捨てるために善を思い出そうと思い起こそうとします。悪 と反対の善を思い起こしますねでも心にそれ,それくらいの善がなければどうす,すればよいのでしょうか善の知識が必要なのですその知識を持っていてこそ自分が繰り返しているその悪と反対の善憎しみと反対の愛真理でないものと反対の真理の方で考えそして自分を治していく力 を得るることができるのできのすそうするためには神様が望んでおられる善は何なのか愛は何なのかそれを知ってこそ善の行いもできるのです。また思い起こすこともできます。だからこれは御言葉ば真理を武具として身につけることが必要なのです。まだ完全な愛が望んでいなくても愛の主をのメッセージを繰り返して聞くこと。 これが必要なのですそうすればあ愛とはこう,こういうものなんだと知識的にでも持っているのです知っているのですですからまだ自分は正解を書けなくとしても正解を知っていてこそ自分が間違えているのかそうでいないのか分かるのです。 そして自分が発見した問題を正しい答えとしてどう書いていくのか分かるのですねそれで間違えて問題を解いて解いても「あ,あ私間違えた」と分かって正解あ「正解はこれだったのね」とこのように思い起こすことができますそのためには知識的に善について知っていなければならないから御ことばの武具として身につけることが必要ですそして昔のの信仰の人々と と牧者の行いと自分を比べてみるのです。 そうすると楽に正解を見つけることができます。先ほども伝えましたが自分が正しい答えを書くとき例えば問題があってあの答えが4択がありましたその中で1つを選ぶだけではなくて神様がさらに喜ばれる善の行いは何なのか実際行な書かなければならない答えがありますね。神様がこれになる時は善ではないのに自分なりに何かを知っている。しかしかそれが真理で ないものではなくてもさらにあの深い税の段階があるしさらに深い愛の段階があります神様が望んでおられる正解というものがあるのですで、今自分はその正解を書くことはできませんしかしずっと間違えているわけではないんです 信仰の人々の行い、主の行い、牧者の行いを思い起こしてみて、ああ自分と比べてみるのです。そしてああ、私の今の行いは神様がご覧になる時の善ではないんだ、信仰ではないんだと。 分かるようになりますですから明白な悪とか罪でなくても神様が望んでおられる真理と比べて欠けているところがあるならそれも間違えている問題です。で神様がが望んででられるる正解があるのですもっと完全な正解を書くためには昔の信仰の人々の行い主の行い牧者の行い善と愛を皆さんが知って。 自分の日常生活に代入してみてそうすれば自分が間違えたことが分かるしそして自分がまだ完全な正解は書けなくてもでもどうすればそれが書けるのか。 分かるから努力していくことができますそうしていけば自分の心もだんだん善に近づくようになって結局は正解を書くことができます例えば自分に意地悪を言ってそして自分の悪口を言う人がいて悲しいんでちょっとつらかったのです 正解は何でしょうか神様に喜ばれる善と愛は何でしょうか悲しんだり辛く思うことはまだ完全な段階ではありませんでその人は私はああ悪いことはしなかったその人は私に悪いことを言ったり偽りを言ったり悪口を言っても私はあのその人に立ち向かうことはなかった。 ででも悲しいいいなな辛と思っているのです自分なりにはあの自分はいい人だと思うかもしれません。しかしそれは神様が望んでおられる世界ではありません。そこでとどまっていってはいけません。神様がもっと喜ばれる善と愛があります。例えば牧者の行いを代入してみます。 真のの言葉を握って祈ってて祈みるのです誰かが自分の悪口を言って私は悲しくなりました辛く思いましたしかしこれは正しい答えではありませんね神様が喜ばれる正解が書けるようにしてくださいと祈ると何が思い浮かぶでしょうかマタイ5の39の 御言葉ですあなたの右の方を打つような者には左の方も向けなさいあなたを酷をして下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。 「またいこの4時4」「しかし私はあなた方に言います自分の敵を愛し迫害する者の,のために乗りなさい」「この御言葉が思い浮かぶならこの人は真にというものが自分の中にちゃんとあるのですね」「このような御言葉が思い浮かばなければなりませんしかしそうしないでただあつらいな悲しいなとこれは罪 犯したのではありませんがでもこれは正しい答えではないでしょうね御言葉がこのように大切です自分の問題を自分の方で自分の立,立場で見ているのですしかしそうではなくて真にを基準にして自分の問題を探さなければなりませんただ自分の立場で考えると私はあの人に悪を行ったりしていないから と思うのです自分が採点してはいけません神様が「丸とこのように採点してくださるのですでも自分なりにこれは「丸でしょうと思っても実際は罰なのですそうすると信仰がそれ以上成長することが難しいでしょうそして祈ってみれば聖霊が悟らせてくださりこのような御言葉を思い起こさせてくださいますですからああそうだ私は その人に対してもっと善をもって行えなかったと分かります。そしてダビデのことが思い浮かぶでしょう。何の過ちもないのにサウル王が妬んでダビデを殺そうとしました。ダビデはサウル王のために国のために戦っただけなのにサウル王が妬んでダ,ルダビデを殺そうとしました。しかしダビデは最後までサウル王に善をもって行いました。 それ,ってそれと比べてみれば私はダビデのように誰かが自分を殺そうとしているのでもないのにと思ってそれでもっと深い善が何なのか悟ることができるし自分を治すこともできるしだから速やかに変えられるのです。このように変え,る変えられるべき悪を捨てるために祈ることとともに悪と反対の善真の言葉は何なのか考えることが習慣になればだんだん 自分の思いも心も善に心理に変えられていくのです。ですから自分が今、あっている困難なことや、そして悩みがあれば、そのためにつらいと思わないで、どんな状況に置かれていても、悲しいことがあっても、し 牧者昔の信仰の人々と比べてみてくださいそうすると自分が今置かれている状況は何でもないのですそれで今自分が何を間違えているのか神様が喜ばれる真理の答えは何なのかと分かるようになるでしょうこのように努力していけばこのように具体的に努力していけば 結局は完全な善のの答えに近づいていてくのですしかしそうではなくて私は罪を犯していませんが悲しいんです辛いです大変です私に何か過ちがあるのでもないのに相手が私を苦しめるのですとこのように言っているとどうして変えられるのでしょうか自分自身を真に思って照らしてみて牧者と比べてみるのです主の行いと比べてみればあ私は本当に信仰の水準が低いです 善と愛がないんだと悟るようになってそれで正しい答えに近づいていくのです結論です今まで変えられるために私たちがすべき具体的な努力についてお伝えしました漠然としたものではなくて具体的な自分の過ちを探すことを間違えた問題を探すことに例えて説明しました今日は日常生活でよく繰り返して出てくる悪を集中的に攻略して祈り探り,探り 極めて捨てようと努力するとき速やかに変えられると説明しましたその努力の中には自分の発見した悪を忘れないこと自分にはこのような悪があるんだと 自分の普段の生活の中で思い浮かべてまた気をつけることですね。そしてこの時、罪と反対の善と真理,とこと真理の言葉と行い、その心が何なのかも探りきめて、自分の日々の中でたくさん思い巡らして祈る時、正解が書けるのです。神様に喜ばれる善,善と真理の答えを書くために、昔の信仰の人々、牧者、主の善をいつも思いながら、自分の問題に代入する訓練をしていけば、さらにす。 速やかに変化の実を結ぶことができるでしょう。 ヘブル12の1です。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかとあります。主に出会うその日までこの競争はとど止まりません。清められて全く背乗るものとされるまで私たちはさらに前に前進していきます。さらにに完全に 神様の善と愛ににれるために努力していきますだから大変でしょうかちょっと休みたいです疲れたのですということがあるのでしょうかそうではありません後の日与えられる栄光があるから私たちは走り続けて喜んでいくのです そして神様、主聖霊様、牧者が私たちの手を私たちの足を守ってくださるから助けてくださるから私たちの競争は一人で走るのではありません助けてくださるその恵みと愛があるから変化の実を結ぶそしてそのゴールインの時点では栄光を受けるようになるのですそのような栄光の自分の姿を思い描きながら具体的に彼らのために努力していく万民の皆 さんとなりますようにメッセージを覚えて祈ります父なる神様感謝いたします今日は間違えた問題を解くこと最後の時間でした自分の日常生活で繰り返して出てくる悪法が何なのかその自分の悪を認めてそしてそれを捨て,る捨てるためにどのような努力すべきか具体的なことについて説明しました神様が助けてくださり強くしてくださって 変えられるようにしてください感謝しますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメン永住で用意された同会所先生の癒しの祈りを受けます不愛の悪いところや患いのあるところに手を当てて心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますようにハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様この時間祈りを受ける全ての生徒の上に安心してください GCN 放送とインターネットと映像で祈り受ける始教会と市政殿全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください信じられる信仰を与えて否定的な思いと疑いの勢力あらゆる試練と観難も退けてください頭からつま先まで56分骨の節々全身の神経組織細胞など 具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして初めの光で働いてくださいイエス・キリストの皆によって命じる敵だらくまサタン全ての病気病原菌患いを下がれ光を望め不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してくださいマラリアなどあらゆる風土病も退けてください 風、邪、咳、熱疲れインフルエンザなどの流行性の病気も下がれどんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください胃がん肺がん肝臓がん乳がん子宮がん大腸がん皮膚がんなどあらゆるがんとエイズ白血病脳卒中高血圧低血圧心臓病肺と胃腸の病気糖尿不審病皮膚病甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください 腸に麻痺中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、心血など痛みを皆み消えされ、転換、自衛症、うつ病、総うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてくださいますように、全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口のきけないものはものを言え、 自己の後遺症も完全に癒して折れた骨もつけてくださいやけども完全に癒してください熱気を下がれ熱も下がれ父を傷跡もないように働いてください麻薬など薬物と毒物化物の中毒も完全に癒されなさい死んだ神経と細胞が生き返って死んだものも生き返らせてください 見ごもりの祝福も与えてください。見ごもりの祝福を受けよイエス・キリストの皆によって命じる敵だらくまサタン、空中の敬意を持つ被害者である悪い霊どもよ、下がれ、その使い立ちも下がれ、この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇を皆下がれ、すべての悪の絆を解いて、闇を下がれ、光を望め。 父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、1週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。 精霊の炎の壁で天皇軍勢密会と主の燃える炎のような恩芽ですべての神の子供たちと家庭職場事業の場を守ってください子供たちには知恵と悟りを加えて勉強もできる熱い心も増し加えてください心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり神様を熱く愛するよう祝福してください 神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えられた、祝福されたと明かしする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン